なんかでかい、なんかでかい、やばい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 。それは聞いてない、それは予想してない。なんだろう、船かな、船か鯉か。それは無理だって。小魚だと思ってたって。なんか前回と同じような感じだな。ちょっと大きかったね。でもハリス大丈夫だった。びっくりした。何だったんだ。落ちた。口暴走。あ、怒った。あ、なんか今でかいのいた。なんか今でかいの下に泳いでた。マジさっきのやつかもしれん。ちょっとロマンあるけどな。ちょっと試しに網待機させて狙ってみっか。うわすごい引き込んだぞ。一番最初のあいつみたいな当たりだったぞ。このちっちゃい針にあの大きいのかかっちゃうのか。再びちょっとデカめの餌でやってみる。シャミも待機させて。あいつ来い。わあいつじゃなかったけど。これはどっちだ。あーこれはあーなんでまた飛ぶねんお前。みんな飛びすぎ。どうしたかもこのままケース入れちゃう。いやケースにも入ってくれるな。これは多分鯉だな。鯉な気がする。鯉っ子な気がする。いや鯉っ子ですな。ヒゲ生えてるから子一個だ。ちょっと大きめにさっき餌つけたら子一個はかかったからもう一回大きめにしてみようかな。結局さ練り餌ってさ自分がこう引き上げる時にも落ちちゃったりするからさ、必ずしも魚が食ったって食ってなくなったっていうわけでもない時あるからな。すげえ鯉がジャンプしてる。めっちゃ元気。バケツの中でなんか黒いのをしたい。あのねこの目印をツン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 つつきに来る小魚とその周りをねうろじょろしてるね黒いのがいるんだよ。黒いのが鯉かなって思うんだ。ボス。うん、針だけでもかかるぞ。針だけでもかかるぞ。針だけでも釣れるんじゃないかこれ。
エコだね。さすがに食べるまではいかないか。でも反応はあるんだよ。あ、釣れた。え、針なし釣れた。あ、しかも、え、しかもタナゴだ。しかもタナゴだ。針なしで釣れるって遊んでたらタナゴ釣れちゃったぞ。あ、こっち、こっちだ。もはや餌なしで釣れちゃったもんな。卵管出てるからメスだ。このちっちゃいサイズでも卵管出てるってことはもう大人なんだな、ちゃんと。ああ、鯉に跳ねられて逃げられちゃった。ショック。でももう一回釣ればいいんだ。もう一回釣ってやる。入れた瞬間引き込む。でも大体そういうのは口細のあたり。お、あ、今の子一個だった、きっと。くっそー。やっぱタナゴバエじゃダメかな。釣って逃げられたけど、なんかかかったし、それっぽいの。もう一度釣ったらええや。もうなんか平打ちしてた、今。ちょっとそれっぽい当たりが来るまで待っててみようかな。あのちょこまかちょこまかしてるあの口細っぽい当たりは放置しといて。ちょっとデカめにつけて。うわ、お前かい。お前かい。口細くんも最近はね、強引だよね。こんなでっかいの食えるわけないのに。最後はもうまるまる一個餌つけて。でかいの来い。ででーん。よし、もう餌なしで釣るしかねえ。釣れたわ。餌なしで釣れたわ。再び。よくよく考えたら、タナゴ釣った時にこうやって餌なしで遊んでたら釣れたんだったな、そういえば。タナゴもそうですね。うん。確かに釣ったら、餌なくなってからも釣れるかもしれないな。なんやかんや、反応めっちゃあるもん。まあ、針に来てるとは限らないけど。おもりとか。キラー。お、え、待ってか、え、お、針なしで、餌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 なしで、これ、これ一個かくなるかわかんないけど。餌なし、いけるな。餌なし釣れるぞ。餌なしで釣れちゃったぞ、また。どうなってんの？どうなってんの？よかった、鯉だ、多分。逃げられちゃった鯉を取り直した。はい、餌なしで釣れた鯉でーす。まあ、よく考えたらさ、ルアーのスプーンとかもそうだもんね。
逃げられた鯉を取り戻しました。なんか別の別の意味に聞こえるやつ。逃げられた鯉。はい。やった。じゃあこれにしますか。終わりにしますか。いいですね。うん、よし。終わりにします。と言いつつもう一回本当に餌なしでまた釣れるのか検証。もう2回ほど検証に成功してるんだけど、もしかしたら針に匂いが残ってる。匂いとか光ってるとか。おたまそこにいたのか。おたま、ウッシッシのおたまかな。いや引くな、さなくても引くな。めっちゃ引いた。今回のテーマそれでいこうか。なぜ？やっぱり？ついた。卵。餌なしで卵2匹目。もう偶然じゃないこれ。もう餌いらない。いや分かんないけど、やったー、2匹目ゲットした。卵もうやめって言ってから検証成功。じゃあ本当に今回で終わりです。じゃあ次結果発表。